こんばんは。めっちゃいいですか？似合ってますか？似合って、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。めっちゃ似合うじゃん。ありがとうございます。こんにちは。こんばんはか。もう8時。めちゃめちゃ可愛い。可愛い。ありがとうございます。ベレー帽ね、ちょっと大きいです。形がね、デコボコしてます。シュガー T さん、かわいい。似合う。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。似合ってますか？ありがとうございます。マジよ。マジよ。ありがとうございます。こんばんは。ね、お洋服を一回お話し会で着たことあるんですけど、これお気に入りです。ここがね、透明になっててちょっと白いでキラキラがついてるのです。私はキラキラが大好きです。こんばんは。あ、のさん、たくさんハート、ありがとうございます。こんばんは。私もキラキラが大好きで、今日はですね、まず朝起きてから、昨日ね、皆さん金スマの文章をちょっと考えてました。ずっと朝起きてからずっと考えてました。こんばんは。帽子かぶってるのかわいい。何、キラキラ好きな子好きですか？ありがとうございます。めっちゃね、私も素敵な会にね出れて、私も嬉しかったです。ありがとうございます。皆さん本当に見たよってね、いっぱい言ってくださるってくださって嬉しかったです。ありがとうございます。私もすごい一回に出演させていただきました。ありがとうございます。こんばんは。え、でもめちゃめちゃ緊張したんですけど、やっぱり楽しくて、そう、文章にするのとても苦手なんで、録画したから何回も見るね。ありがとうございます。そう、私も特別バージョン好きで、歌詞がねとってもよくて、より感情を込めて踊って歌ったかなって思います。こんばんは。めんまいはつきやすい。確かに家もね、おでこ出してる人あんまりね、いなかったかな。まですぐ、そうね、すぐ見つけられました、自分も。そう、衣装ね、小栗さんの着させていただきました。そう、感動。でも柏木さんがこうやってダンスの振り付けの意味をちゃんと教えてくださって、一瞬で夢のことを見つけられた。嬉しいです。ありがとうございます。ね、ブレザーを着させていただきましたね。私も制服ずっとブレザーの人なので、ブレザーです。うん、リミまっすぐ見つけられた。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。ね、皆さん見つけたよとかいっぱい言ってくれて嬉しいんで、ありがとうございます。親も自分のことをなんかテレビで見ててびっくりしました。はじめまして。ピ
ーちゃんかわいい、ピーちゃんかわいい、ありがとうございます。おーちゃんさん、たくさんハートありがとうございます。そうです、いろんな方にいっぱい緊張しました。カツリンさん、お手紙ありがとうございます。じゃ、ね、こんばんは、はじめまして。昨日のパフォーマンス素晴らしかったよ、ありがとうございます。ね、すごい緊張しました。でもなんかすごいね、いいね、緊張しましたけど良かったです。ありがとうございます、本当に皆さんのおかげでございます。ダンディさん、かわいい、ありがとうございます。12日の16シンパシー公演で初めて夢見を生で見れました。あー、ありがとうございます。ね、その日前座夜も昼もやっていたので嬉しいんです。私、こんにちは、こんばんは。帽子かわいい。え、でもえ、帽子か、帽子あんまり、この帽子のつばがある以外の帽子あんまりかぶらないので、やっぱりね、緊張しました。全然いつも緊張してしまいます。でも楽しいです。マッシュさん、カマさん、ありがとうございます。ケンチさん、パラと小判とグッ、ありがとうございます。似合ってるね、今日はアズとヒナノでしたよね。いいね、こんばんは。え、そうなんですよ、25日、8月の25日に研究船18機の18機研究船、なんか急に発表で私もびっくりしました。私18機でやれるんだ、もう一回と思って、気づく、そんな嬉しかったです。ありがとうございます。すでに申し込みました、ありがとうございます。18期でまたやれると思っていなかったので嬉しいですね。私もびっくりしました。ね、急っていうか、なんか急になんか知りました。でも常日頃から歌っているのでバッチリです。ね、17期さんもやりますしね。ゆめみんですね、18期だけでまたやらせていただけて嬉しいです。皆さん当たりますように願いますね。27ね、どうなるんだろう、17期さんと思うかな、まだ未定なのかな。18期生最高、うん、ありがとうございます。どこ、
シュガー T さん星ありがとうございます。ケンイチさん貝殻ありがとうございます。遅くなりました。大丈夫ですよ全然ね。私も楽しみです。18期の公演があるのが。願いますね私、皆さんが当たるように。こんばんは。今日、ね、また当たってきてほしいです私。なんかね自分の部屋暑い。猫ちゃんはいない、ワンちゃんはいます。ちゃんと振り覚えてますよ。こんばんは。25日当選したら予約してる歯医者をキャンセルします。ありがとうございます。歯医者は大事です。来て来てください。公園にも新作持っていきます。ありがとうございます。うちはすぐ見つけるね能力あるので、うちはとペンライト見つける能力ありなので任せてください。初見です。握手会買いました。ありがとうございます。ま家に見つけるの早いですよ。めちゃめちゃ早いです。結構本当に早いです。のさんたくさんコメントありがとうございます。こんばんは。フォローしました。ありがとうございます。色変えてもバレちゃいますよ。初見です。ありがとうございます。はじめまして。こんばんは。ユーミンは白と黒のお洋服好きです。常に白と黒を着てます。ほとんどでも新しい色に挑戦したいので挑戦したいですね。モッチーさんアロハありがとうございます。マーさんハイビスカスありがとうございます。ネモさんハートありがとうございます。こんばんは。生写真注文したよ。ありがとうございます。で家もね自分の家にめっちゃ生写真あります。赤い衣装が似合うから。赤い系か。赤い系はあんまり考えたことがなかった。本当に18期公演配信見て可愛くて好きになりました。ありがとうございます。毎回劇場で見たい。じゃあ2劇場当たれと祈らせてください。当たります。こんばんは。青系か。でも青系ね着てない、ね、青系着ない、ね、もう本当に黒と白とキラキラ。こんばんは。はじめまして。こんばんは。そういうことでもう15分が経過してしまいました。早い。
お初です、ありがとうございます。麻酔ないですよ皆さん、なしないです、麻酔は。もう昨日の話なんで大丈夫です、ありがとうございます。あのオンラインとか着てほしいなとか、そういうお洋服があったらぜひ教えてください。いっぱいコメント書いてください。こんばんは。麻酔なしですよ今、大丈夫ですよ。なんかね、ちょっと唇とかそこら辺ヒリヒリしてたんですけど、やっと治ってます。こんばんは。あ、じゃあオンラインとか、あの握手会とか着てほしいなっていうお洋服があったらぜひコメントにお願いします。私、皆さんの意見を参考にさせてください。あ、確かにオンライン帽子とか、帽子ね、じゃあベレー帽ね、候補にしちゃおう。じゃあダーリッチ着てる、いやね、かわいい、ありがとう。めちゃめちゃダーリッチ着てます、最近大好きです。ベレー帽、みんなベレー帽。え、でもあのね、メガネすると絶対オンライン私漏れない気がして、あんまり挑戦できないんです。カチューシャ、え、カチューシャも似合わなくて結構本当です。あ、ちょっと字が汚いんで書き直します。あ、確かに三つ編み、ワンピース、あとベレー帽、ベレー帽、ベレ、あれ、ベレー帽、あとカチューシャ、確かにね、ポニーテールだけは NG ポニーテールは似合わなくて、これが本当、でもカチューシャはありかもです。三つ編み、でもね、三つ編みが確かに皆さんの前でやったことないのやとかやってみたいんです。ツイン、ツインが猫耳、迷ったらツインテール、ポニーテール、ポニーテール私 NG はね、私髪の毛 NG でNG の。こんばんは。あ、ゼロ君学校リクエスト、お話し会のお洋服リクエスト待ってますにしますね待ってます、びっくりマークいっぱいつけとこね。え、嫌じゃないんですけど、ちょっと検討にします皆さんぜひぜひコメントにお願いしますお願いします。健一さん、貝殻とペンライトカバー白と水色、ありがとうございます。うん、たくさんバラも小判もありがとうございます。坂内さん、ハイビスカス、ありがとうございます。名前覚えました、ハイビスカス、考えさせてお洋服はどんなブランド行きますか。お洋服はですね、最近はダーリッチっていうお洋服屋さんで買っています。こんばんは。あ、そうね、生写真浴衣でした。あ、メガネ、なんでも可愛いよ、やったー、メガネ、メガネ、ダーリッチっていうねお洋服屋さんで買っております。初見です、ありがとうございます。
これはねエブリンっていうねちょっと可愛い系のお洋服で、ダーリッチは結構かっこいい系とかそういう結構強強系です。なんでも似合うからチャレンジしよう。もうありがとうございます。でもユミあとスナイデルとかよく着てます。よくじゃないけどたまに着てます。お話し会の時とか気合い入れてスナイデル着ていたりしています。メモメモありがとうございます。おしゃれで可愛い、ありがとうございます。あとアーミーズさんとかね着てます。こんばんは、モデルさん、モデルさんありがとうございます。かっこいい服も似合うイメージがある。やったスカートがね多いです。スカートとあとめんどくさがり屋なのでワンピースをチャーって着ちゃいます。すぐに。そうですね、あと足を日に当たりたくないので長いスカート履いちゃったりワンピース着ちゃったりしてます。お疲れ様です、ありがとうございますワンピース、ベレー帽、カジューサー、三つ編み、メガネいいかも。レッスン着、レッスン着めちゃめちゃさダサくてダサくて申し訳ないから無理かも本当にレッスンの日とか本当に適当な服着ちゃうからめんどくさがりね。ワンピース私も好きです、かわいい。はじめまして、ありがとうございます。にゃん、え結構ゆみダサめだからちょっと見せれないですケインチさん、グーグー音符ありがとうございます。シュガーティーさん、ありがとう、ありがとうございます。ケインチさん、貝殻ありがとうございますこんばんは。ラバナ、ラフなパーカー、パーカー確かに、パーカー、あでもパーカーあんまり着ない。でも冬だからあのしニットを着たい、白ニット着たいです。ニットさかだいさん、かわいい、かわいい、ありがとうございます。ふくちゃんさん、ハイビスカス、ありがとうございます。こんばんは。マフラー買え、マフラーしちゃおっかな。でもマフラーしてたらなんかどんどん話していくうちにさ熱くなって結局最後外しそうね、燃え袖やっちゃおうかなニット、絶対ニット着ます、着たい。コスプレのリクエストじゃ教えてくださいぜひでも考えてるんですよ一応、まだ来週なんですけど。レッスン着、お腹出てたりするね、結構ちびてるも着ますしな、めっちゃ長いやつも着てます。 T シャツ、おはようございます。聞いてたブランド全部忘れてちゃった。ダーリッチだけ覚えといてお願いします、お願いいたします。ダーリッチ大好きです。甘々コーデ、確かに甘々コーデいいかもです。甘々なんか結構かっこいい系最近ばっか着てたので可愛いのも着たいですね。着ぐるみですかコスプレでもセーラー服着ますのでセーラー服見に来てください。ぜひ11月に。ダーちゃんさん、かわいい、かわいい、ありがとうございます。ダンビさん、欲しい、ありがとうございます。マーさん、ハイビスカス、ありがとうございます。
あまま、あまま工程ありかも。あのクリスマスなんでね、白ニットとあまーまーみたいな、良いかも、良いかもしれない。セーラー服絶対着たいんで着てください。じゃあガチの制服、それは NG ですよ。セーラー服じゃなくて、私はずっとブレザーだったのでセーラー服に憧れていました。メリクリしましょう、一緒に。こんばんは。こんばんは。なんちゃってね、なんちゃっての制服あるんですけど、めっちゃピンクでたまに着ます。ね、ジラピキ、私もモコモコジラピキやりたいです。実は結構可愛いの持ってないので欲しいです。ブレザーメリクリしましょう。あ、でも18期でお揃いとかねやってたいんですけど、誰かやりませんか18期深夜さん貝殻ありがとうございます。カッツンさん貝殻ありがとうございます。ケンイチさんパラありがとうございますここで言わないでって感じだよ。18期誰かやらないですか。でもなんかみんなやろうって口だけでやんなそうわかんないけど。ふくちゃんさんしありがとうございます。ゆいとさん結婚してかわいい、ありがとうございます。せんやさんハートありがとうございます。意外な目、口だけかもしれないわかんないけどでもみんなやろうって言ったら絶対やってくれるけど、どうなんだろう、口だけかなわかんない。でもやろうって言ったからやってくれると思う。ちょっと聞いてみるね。18期誰、あさら、18、言われてないですよ言われてないですよ。坂台さん星ありがとうございます。なんかいつも星できてない、ありがとうございます。福ちゃんさん似合う、ありがとうございます。坂台さんアロハ、夏ですね。ピーちゃんさん貝殻ありがとうございます。電気ビリビリさんハートありがとうございます。たくさんチャーヒナとか、確かにチャーヒナとかユナとかかな、服の系統が似てるって言ったらそこの2人とかかな。でもコシとか可愛い服着てほしいな。ね、でも可愛い、コシコシ可愛い系着てほしい。普段スカート多いです、私はスカート、うん多いですね。おでもね、もうね私お外に出たくないんですもう夏がね向いてなくて、
通販で買います。通販大好きですね。コーヒーちゃん絶対着ないって言いますよね。コーヒーちゃんはね着ないって言いそう。私もそう思います。こまっちゃん、マシンガンさん、アロハ、ありがとうございます。福ちゃんさん、ハートいっぱいありがとうございますね。確かにね、夕方が行っちゃうかな。18期とおそろ。でもなんか結局自分の着たいもの着たくなりそうなので、要検討になっちゃう。まあやんときます。みんなに聞こう。ゆめみん109ショップ似合いそう。おお、いいですね。働いちゃおうかな。こんばんは、働いちゃおうかなとか言って、こんばんはね。髪型は何髪型でもあんまり見たことないやつをやってみたりしたい。でもアパレルショップの店員さん楽しそうですよね。ね、普段綺麗なの着たいです。私も皆さん、ココナッツジュース、ありがとうございます。達也さん、ありがとうございます。ヒゲジーしんちゃん先生さん、ありがとうございます。ハイビスカス。ネモさん、貝殻、ありがとうございます。こんばんは。クラゲのコスプレ、でもクラゲめちゃめちゃ最近好きで、この前ちゃんとクラゲ見て、久しぶりにクラゲちょっとハマりそうです。かわいい、かわいいてか触ってみたくなる。キリミちゃんのコスプレ確かに、私鮭めっちゃ好きで、今日のお昼も鮭食べたぐらい好きです。でキリミちゃんもね結構可愛いお目目してるのでね、いいな。こんばんは。クラゲ育てるアプリとかなかったっけ。そんな面白いのがあるんですか。クラゲ可愛い、そうなんです。クラゲのイラスト私描けました。一発ルームのこのハッシュタグ、クラゲのイラストを読み書きます。あ、まあ、これ同じく同じです。ね、クラゲ最近好きなんです。キリミちゃんコーデ。キリミちゃん好きです。生誕 T シャツ、クラゲのイラスト面白そう。クラゲ、みんなでクラゲになります。でもメンバーカラーっていうか自分のペンライトカラーが白色と水色なので。クラゲじゃないですかってなってます。電気ビリビリさん、星ありがとうございます。おうちゃんさん、だるまたくさんありがとうございます。たくさんありがとう。そうクラゲなんですよ、クラゲカラーです。まさにクラゲカラーなんで
ゲインってなっちゃいます。クラゲのなんか海みたいな、私あの空も好きなんで、もう空も水色と白っぽい感じ、陽気です、ぴったりです。ぴったり。ふこちゃんさん、もしありがとうございます。ネモさん、ハートたくさんありがとうございます。達也さん、貝殻ありがとうございます。クラゲ描いて、サインにクラゲ、でもクラゲ描くの大変そう、クラゲ描いてみようかな。そうね、クラゲ、じゃあ一回このおリクエスト終了しますね。だいたい描いてみました。ちょっと今クラゲを描きたいと思います。でもね、あのお話し会は可愛い服をいっぱい着ていきたいと思いますので、楽しみにしてほしい。なんでクラゲ好きなん、なんででしょうね。クラゲなんか見てて綺麗だなとか儚いなって思うんですよ。それでいいなって思ったので、ぜひ私水族館に行きたいです。じゃじゃーん、あ、見えてるかな、クラゲです。帰ってみました。そう、癒されるんです、クラゲ。でもなんか小さい時多分クラゲ刺されたことありますね。もうクラゲっぽいって言われました。クラゲっぽいゆに、クラゲに見えますか、私目があるクラゲです。可愛い、大好き。ケンイチさん、おんぷありがとうございます。宇宙人、でもね、タコっぽい、確かにクラゲじゃない。確かにタコよりまあクラゲなんで。あ、でもクラゲってこうじゃないですか、あれね、なんか頭に、こんばんはね、クラゲね。クラゲの格好しようかな。クラゲって足あるんですかね、たくさん、わかんないんですけど。こんな感じ。あとこれです、皆さんが今教えリクエストくれた、ワンピース、ベレー帽、カチューシャ、三つ編み、メガネ、ニット、アマアマ系、モコモコジラピ系、18期お揃い、どうでしょうか。でも私はですね、まあこの中のどれかやるんですけど、でもやりたいって思っているんですけど、アマアマ系、ニット系やりたいです。確かにトマトにも見えますね。ベレー帽ね、まあ、このベレー帽いいのがあったら被りますね。あー落としちゃった。あー
ねえ、ちょっとちょっといっぱい物が置いてあります。福ちゃんさん、白いペンネありがとうございます。ケンジさん、バラとコーンありがとうございます。ニットは一押しです。私もちっちゃい、こんな感じこんな感じです。こんばんは。ね、クラゲのイラスト、もうちょっと可愛く描きますね。もうちょっとクラゲ可愛く描きたいと思います。なんかね、外がちょっとうるさいです。わかんないですけど、これ、ね、でも絶対ニットと甘め系は押しでいきます。皆さん来てください。12月23日のあれ23日の握手会は顔ニットがママ系にしますね。決定です。皆さん可愛いお洋服を着ているのでぜひ来てください。12月23と24来てください。24はサンタクスします。来てください。ビーちゃんさん、水色のペンライトありがとうございます。シュガー D さん、いいねありがとうございます。トナカイ、クラゲ T ありがとうございます。クラゲ T に来てください。24日でも来てくれるだけで嬉しいのでありがとうございます。サンタコスしますよ。サンタコスも夢見って感じのサンタコスになるとなる予定です。ドキドキワクワクで待っていてください。こんばんは。ね、全員行ってきてください。嬉しいんですよ。夢見夢見だだだ、楽しみに。私も楽しみに。ソルさん、貝殻ありがとうございます。ロコちゃんさん、拍手ありがとうございます。こんばんは。24日楽しみにしてるね。楽しみにしてください。クラゲティ、クラゲティ来てくれるんですか。私も欲しいな、クラゲティ。あの握手会なんかオンラインじゃない、間違った、お話し会、お話し会なんかないと寂しかったですね。やっぱり私も早く楽しみですね。2023はもう終わりますよね。早いんですよ、早いんです。寂しいですね。でもいつも早く終わっちゃいます。ゆうみん気が早いな。ゆうみんいつも気が早いんです。そうなんですよ、オンラインも来月の1月もあります。早くないんですか。次の話か、ゆうみんのキャントルね。あー、ありがとうございます。嬉しい。シュガー T さん、うまっ、うん、ありがとうございます。シンヤさん、ハートありがとうございます。のーさん、タコ、クラゲじゃなくてタコありがとうございます。オノピーさん、ハート、たくさん貝殻もありがとうございます。ね、4月4のお話から10月って早いんです。早いんです。次まであと2ヶ月、早っ。もう早く、もう今8月19日。
あ、似てるのに着替えた。本当だ、すごい。クラゲだ。それを参考にして描いてみるべし。こんばんは、はじめまして。私今クラゲを描いています。でもクラゲ、なんかクラゲのいっぱいある水族館とか行きたいですね。見るべし、クラゲに会いに行きたいです。最近のゆめみんが気になってすぎて困ってます。困ってください。ゆめみんに好きになってください。なんかいっぱいまつげを生やしてしまった。なんかお目目が来たくなっちゃいました。どうでしょうか、クラゲです。うん、クラゲね、私も調べよう。クラゲ何も知らないので、可愛いと言っているので情報を手に入れないと。キャインテさん、ペンライト水色と白ありがとうございます。ネモさん、たくさんありがとうございます。だるま、オノピーさん、アロハありがとうございます。ヨイちゃんね、クラゲ好きになろう。もっとじゃ水族館行きたいですね。クラゲちゃん、クラゲの赤ちゃんが小さくて可愛いのよ。小さいクラゲ見たことないかもしれないです。赤ちゃんか、赤ちゃん見たことないです。多分見たい。埼玉県に水族館、わかんないです。水族館あんまり行ったことないです。なんかあんまり水族館行ったことなくて、なんかこの前行ったとこはなんか金魚がいっぱいいるところで、金魚とあとクラゲがいるところでした。沖縄行ってクラゲに刺されたから痛い。なんか私もね、小さい時に海に行って痛いってなりました。多分クラゲです同じです。プラネタリウムで、プラネタリウムね、なんか、ね、なんかあんまり行かないかも。でも行きたいですね。なんかそういう非現実みたいな、星空とか眺めたり、空大好きです。金魚とクラゲがいっぱいいました、私に行ったところ。よかったです。横浜の海には大量に、あ、わかりますよ。横浜のなんか赤レンガのところの近くの海、なんか友達とクラゲ探してました、この結構前。金魚とクラゲって不思議な組み合わせだね。確かに。でもね、めちゃめちゃ幻想的で綺麗でした。こんばんは。修造さん、貝殻ありがとうございます。健一さん、貝殻バラコマンクーありがとうございます。たくさんありがとうございます。こんばんは。子供の頃金魚飼わなかった。金魚飼ったことあったかな、あったかもわかんないです。スカイツリーの隅田水族、スカイツリーの隅田水族館おすすめです。クラゲいっぱい、おお、いいですね。ね、クラゲいっぱいいるらしいです、横浜の海に。私も見かけたことがあります。なんか透明な物体がさ動いてると思ったらクラゲでした。びっくりしました。いっぱいこれみんなにちゃんと見せときますね。これね、候補で選びますね。ありがとうございます。パシフィコの、そっか、パシフィコ横浜でしたね。
海にあったらあるのかな。確かにクラゲ大量発生するときあるんですか。なんかクラゲトークいっぱいしちゃった、いつの間にか。でこの前クラゲを一目見たときからクラゲが好きで、クラゲ会えられるところにあクラゲの動画いっぱい見てます。写真撮りました。海はつながってるからいるんじゃない。確かにクラゲでクラゲでになっちゃう。クラゲアイドルね、コーデの話からクラゲに行く人なんていますかって感じで。クラゲ推し歴意外と長いね。そう、でも最近です推し始めたのは。どちらかというと推しっていうかちゃんと好きになったのは。いやね、あのね、話してることから本当に脱線しちゃうんですよ。ね、びっくりしちゃう。クラゲの話に行き着いたのは初めて。私も多分初めて初めてです。同じです。こんばんは、はじめまして。いないから逆にすごいで、やったー。推し編、推し、まだ推しじゃない、気になる程度だ。クラゲちゃん気に、ちょっと気になるぐらいね。楽しいけど全然 OK です。嬉しいです。ちょっと今水浴びをしてみます。ね、クラゲの話で21時まで行ってしまいそう。確かに行っちゃいまっても大丈夫行っちゃいますね。え、でもちょっと今三つ編みしてみます。まだ押してないです。押しっていうか見ちゃいますぐらいでも三つ編みね、三つ編みなんか帽子かぶるといい感じに見えるんですけどね。普通の三つ編みだとね、前髪ないからちょっとね似合わなくなっちゃうんです。あ、なんか髪の毛失敗失敗した。今日も可愛い、ありがとうございます。三つ編みしてます今。でもベレー帽するなら三つ編みもありかもしれないです。ベレー帽に三つ編み、このスタイル。三つ編み、三つ編みマンです。クリオネとかどうなのクリオネはあんまり見たことないです。多分見たことない、あまり初めましてかもしれないです。クリオネとは関わったことがないです、まだ。多分どうですか。じゃーん、あ、なんかこっちブワってしちゃってるんですけど、クラゲ T シャツ私も探そう。最近面白い T シャツ探したくて、じゃじゃーん、クラゲみたいになりました。あ、スクショタイムしてください。スクショ固まりますね、スクショ対応なので。動きすぎってお姉ちゃんに言われました。三つ編み中学生か、中学生かな。え、ね、メガネもありますよ。あ、私も平田さんと お話ししてみたいです。真面目みたい。あ、髪の毛出したら昔漫画すか、漫画描いてます。似たいですね。
これめちゃめちゃ度入ってます。初見です、ありがとうございます。これ本当に度入ってて今コンタクトしてないので、あーぴったりです。漫画最近めっちゃ読んでます。もしかしてしょちゃんと止まろう。なんかよくわかんないポーズ、可愛くてすもうすでになってる、よかった。なんか謎のエレボードみたいな、なんかちょっと下目の静か下目のピースしときます。何の漫画読んでるんですか。なんかねユナにおすすめされたやつを読んでて、勝手にユナのね見てるの教えちゃったんですけど、ユナが教えてくれたやつ読んでたんですけど、おすすめされて改めて読み直したらめっちゃ好きになって、名前忘れちゃいました。でも眼鏡あんまね、昨日もいい夢見れそうです、よかったね。チェケラーみたいな感じ。なるほど、ちょっと思い出したら言いますね。なんか一発ルームの時にかすみとゆえみとゆえ、あ間違えた、かすみとゆなとあれゆえみだって、それでなんかゆなが漫画買ったのよって言って、漫画あのそしたら知ってるやつで盛り上がってイエーイってなったんですけど、なんだっけ、ユナに聞いてみてください。あ、私も教えますね。漫画好きならお話し会で漫画トーク、でも漫画読んでるのはあのあれなんですよ、なんか少女漫画みたいな感じなんで、皆さん読んでるかな。携帯の裏にねその主人公のなんか少女漫画のなんかね出てくる人入れてます。それもなんかね読んだことないんですよ。ベルルッカちょっとアニメ見たことあります。でんでんさん、ご視聴ありがとうございます。だーちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。おうちゃんさん、白いペンライト、ありがとうございます。のうさん、かわいい、ありがとうございます。ふくちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しいです。坂谷さん、アロハ、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。かわいい子発見、メガネ似合う、ありがとうございます。少女漫画なんかアプリで読んでます。ちゃんとね買ったことはあるんですけど、1、2巻しか買わないくて。君に届け、あ君に届け、多分同じ君に届けだったら多分私も好きです。今日も可愛かった、ありがとうございます。ああれ、かすみ、かすみ、かすみ、かわいい、ありがとう。かすみ本物、かすみなんかリーゼントさ、かわいい、ありがとう。多分同じの君との時か、よかった、嬉しかった、嬉しい。かすみをいました。
今気づきました。ごめんね、かすみん本物。かすみん本物ごめんね。今気づいたよ。かすみんね、LINE してます。LINE、連絡してたりしてます。いつも毎日。ね、ちょっと前からしてた。ごめんね、かすみん。本物。みんなね、18期ね、18期アット本物、あ、かすみアット本物とかやってます。私もやってました、最初。でも、ゆえにアット18期でやってます。こんばんは。メンバー来てくれるの嬉しいです。あ、かすみいたらお洋服お揃いにしない。後で行ってみます。配信ね、配信もう9時になってしまった。え、ゆえみに服選んでもらってお話ししたい。え、服を選びに行こうよ。ここで打ち合わせしちゃった。まあね、後で言うね。もう一回ごめんね。なんかね、みんな18期ね、お揃いにしてほしいって言ってたから、しませんか、しませんか、皆さん、18期の皆さん。ゆみが選んでくれた服を着てお話ししたい。じゃあ買いに行こう。お洋服ね、私に似合うやつ選んで。了解。じゃあお洋服買いに行こうかな、かすみんと。みんなさん決まりました、ありがとうございます。みなさん決まりました。あのね、誰かに選んコーデを選ぶってことはやったことないんですよ、私。初挑戦です。でもさ、バラありがとうございます。オノピーさん可愛い、似合う、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。選んだことなくて、いい意味選んだことなくて、一回も一発でゆうみちゃんの18期のコーディネートショー、確かになんかみんな、いや面白そう、やってみたら責任重大確定、責任重大、迷いますね。でも別に、あ、待って、思い出した。思い出した、ここに来て思い出した。ユーミンのコーディネート確かに見たい企画。カスミンの、カスミン結構ね、結構フリフリのやつ絶対似合うんです、私は知ってます。サンリオピューロドの写真を見てより思いました。あの、思い出したのはなんかね、ユアと服買おうっていう話もしてました。思い出した、なんか服を見に行った時にやりたいねって話もして、でもかすみんとユナもやっちゃう、私。やっちゃいます、お揃いの。かすみんスカート似合うか、かすみんスカート似合いますよ。きっと何でも可愛いから大丈夫です。でもリボンとか、リボンとかいっぱい可愛い量産系とかもいいかもですね。でも大人っぽいのもいいかもしれないです。楽しみにということで、でもあと2ヶ月あるのでいっぱい考えちゃいます。ベレー帽しちゃおうかな、甘々なことしちゃおうかな、悩んできます。え、かすみあった本物、かわいい、キュー、かすみあった本物かわいい、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。かすみあった本物、連絡待ってます。初見です、ありがとうございます。神ファンさん、神ファンさんっていうか
いつもお話ししてるじゃないですか。神ファンさん。だいない。ねえ。ファンさん。カスミン天才じゃないですか。ねえ、さっきからちょっとリーゼント見なっちゃった。ありがとう。ありがとうございます、皆さん。TO 確定。かすみ面白い。ね、あの、18期でね、7月20、あ、間違えた !8 月25日でね、劇場公演、頑張ります。かすみも頑張ります。みんなで頑張ります。話し忘れはですね、大丈夫です。とりあえず、あの、とりあえずまず8月25日にね、18期でただいま連中公演やるので、皆さんお願いします。来てください。よろしくお願いします。皆さん、当たれお願って、お願います、お願いします。ぜひ来てください。メモしてください。はい、まだ発表されただけなのかな。なので皆さん当たるようになるせや祈るのでお願いいたします。ゆみはすぐ見つける能力があるので見つけさせてください。お願いします。そしてさっきもね、一番めっでも1時間ちょっと前にね話したんですけど、あのね、さっきのかすみとね、あと先輩方と金スマに出させていただいてありがとうございます。で、皆さんの支えてくださったおかげでこれで出演できたりしていたので、本当にありがとうございますのお気持ちでいっぱいなのを伝えさせてください。ありがとうございます。かすみ宣伝した、ちょっと、あ、気持ちを皆さん置いてください。ありがとうございます。いっぱい話しました。ありがとうございます。あ、そうだ、ハノマンやりますね。おー、たくさんだ、たくさんありますね。皆さんありがとうございます。いっぱいいっぱい皆さんのこと見てるので、バイト終わった滑り込み、うん、ありがとうございます。コメントで宣伝。かすみ面白いから最高最高ね。あと本当に私得意じゃないかもしれないので、ちょっと向上できるように頑張ります。ね、波動もありますし、皆さんぜひぜひ来てください。頑張ります。こんばんは。ね、波動24、8月24にあります。こんばんは。24にあるのでお願いいたします。かすみ、誰だっけ、ヤアとアズドです。お願いします。でもね、シールドハラの私得意じゃなくて、なんかね、動きもキモいかな、ちょっとね軟体動物って言われてる感じの動きをしちゃってます。ちょっと苦手かもなんですけど、練習します。注目してほしいんですけど、うんうんってなってます。あ、クラゲになっちゃいます。クラゲ見に行こうかな。ゆえみシールドタイプじゃないかもしれないです。軟体動物でも軟体動物よくやります。あは、クラゲってよ、ちょっとランキングを読みたいんですけど、私はお目目が悪いのでメガネをして読みたいと思います。三つ編みレアです。三つ編みで、クラゲのように逃げるね。私も頑張っちゃう、頑張りますね。波動の皆さん頑張るので応援お願いいたします。
お願いします。はじめまして、逆にありがとうございます。じゃあランキングの方を読ませていただきます。クラゲ配信お疲れ様ありがとうございます。え、どう入ってますよ、ちゃんと2つとも入ってます。お目目がちょっと悪くて最近いつもなんですけどじゃあいきますね、いってみますね。じゃあ読ませていただきます。13位、でんでんさん、ありがとうございます。これのアイコンの生物はなんだろう、可愛いです。そして12位、たちやくんさん、ありがとうございます。おねむ夢見てる、ありがとうございます。11位、電気ビリミリさん、ありがとうございます本当にビリってなってますね。10位ネモさん、ありがとうございます。16だし、ワンちゃんですかね、猫ちゃんですかね。チュールはあげに行きますよ。そして9位、シュガーティンさん、ありがとうございます。いつもお仕事お疲れ様に。そして8位、おうちゃんさん、ありがとうございます。くま、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。そして7位、ぴーちゃんさん、ありがとうございます。ワンちゃん、ピーマークさん、ありがとうございます。そして6位、まーさん、あと夢見る者たち、ありがとうございます。ベレー帽激推しなので考えておきますそして5位、のーさん、ありがとうございます。ラブをいつも届けてくれてありがとうございます。支援がありがとうございます。そして4位、ダンビさん、ありがとうございます。昨日から引き続き特からたくさん見てくださってありがとうございます。そして3位、ゆいとさん、ありがとうございます。たくさんね来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。そして2位、坂台さん、ありがとうございます。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん好きなのかなっていつも思っております。いつもありがとうございます。そして1位、福ちゃんさん、ありがとうございます。嬉しいね、いつも来てくださってありがとうございます。シナモンもねいっぱい身につけてお話し会に来てくださったりしてくれて嬉しいね、ありがとうございます。ということで、もくあの予定より14分過ぎてしまいました。ありがとうございます。なんかねいっぱい楽しくてお話ししたら時間が過ぎていっちゃいました。ありがとうございます。いや、2日連続っていうのは初めてやったんですけど、皆さんいっぱい来てくださってとってもとっても嬉しいです。ね、今日のねお洋服も皆さん褒めてくれて嬉しいです。じゃあお休みしますね。クラゲね、もう私もクラゲちょっと YouTube とかで見ちゃおうかな今日ありがとうございます。じゃあ最後にスクスタイムしちゃいます。猫、犬、こんな感じで終わります。いい夢見ます、ありがとうございます。漫画描けそう、まあんまり上手くないのでありがとうございます。皆さんお話できて嬉しかったです。クラゲ
おやすみなさい。聞いちゃいます。ありがとうございます。おやすみなさい。こちらこそです。ありがとうございます。おやすみ、おやすみゆめみん、おやすみなさーい。